サギンコント劇場、作立川で、タイトル日本の大社長よ社長、えへん僕社長よ日本一、えへん僕日本一の社長よ男前、えへん僕日本一で男前の社長よ父さんマジか、えへん僕日本一で男前の父さんマジかの社長。分かってんの？うん、よく分かってるよ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。四輪駆動はすごいだろうな。いきなり車の話かって？そうじゃないよ。オナゴが4人いたらすごいだろうなということなのである。CC ガールズ、今は青田のり子も去った CC ガールズだが、彼女たち4人のグラビア見ちゃったのさ、あちこちでさ。それでもってあの4人の中に入ったら、さぞかしそのあのなんつうか漏れ、あのそのベゲ、どうしようもなく原始に戻りたくなるだろうなって想像したら、俺は透明人間になりて、バカじゃないの。いろんなところへ行きて、バカだよそれ。まず行くところは島田陽子さんの家へ行って、服着せます。今後のために。それにしても広いな。何畳ぐらいあるんだろうな。50畳くらいかな。お待たせしました。あ、なんだこの客、照明も変わった。スポットライト。いや、打ち合わせが長引きましてね。出た、照明も変わったぞ。はじめまして、関根です。今度拍手が。すいませんね、お待たせしちゃって。で、インタビューですね。はい、あの、私月刊偉い人の小坂井と申します。よろしくお願いします。小山です。時々読ませていただいてますよ。確か先月は、先月はですね、あ、言わないで、思い出すから。あ、思い出した、石原くんだ。石原慎太郎くん。はい、そうです。当たった、よかった、当たった。あの、社長、早速ですけど質問してよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。先ほどから時々あの聞こえるあの音ですけども、何ですか。ああ、あれね、あれはね、 PSS。 PSS、 何ですかそれは。そこにパンフレットあったんじゃないかな。私も先週から始めたばっかりだけどね。あ、パンフレットって、あ、これですか。そうそう。あ、映画みたいに、テレビみたいに、舞台みたいに暮らしてみませんか。あなたの平凡な生活をドラマチックに、プライベートスタッフシステム。プライベートスタッフシステム、PSS？ 日本だとね、まだやってる人はいないのかな。あの、何なんでしょうか、これは。まあ、簡単に言うとね、個人的にスタッフを雇ってんだな。スタッフ？音響、照明、効果が中心でね。まあ、アメリカの会社なんですけどもね、これ始めてからなんだかね、スターになった気分でね、やみつきですよ。ああ、まあいろんな商売があるんですね。で、どこにいらっしゃるんですか、そのスタッフは。この近くにいるはずなんだけどね、具体的には教えてもらえないんですよ。夢を壊したくないってことで。で、ちなみに料金なんかは。月20万かな。20万月ですか。うん。安いのか高いのかな。まあこれだけやってもらってね、20万ドルは安いよ。20万ドル高え。税金対策も入ってるからね。あ、すいません、さすが高えなんて言っちゃって。さすが日本マックンドナルンド社長だな。マックンドナルンド、いいのかな、こういうの。金持ってるな。だって常にいい仕事してくれますよ。例えばね、何、株で10億儲かった。すごい、しかも紙吹雪まで。こういうのも入りましてね。クソ、あの詐欺師め、いつか仕返ししてやるぞ。すげえ、照明が変わったよ。まあこんなの軽い方ですよ。もっとすごいの見せましょうか。あ、ちょっと待って、すいません、その前にインタビューを。じゃあ後でたっぷり。ではインタビュー入らせていただきます。どうぞ。ではまず日本マックンドナルンドについてお聞きします。今からちょうど30年前、社長が銀座松屋デパートの日本1号店をオープンさせた時、正直言って今のような大企業になるとは思いでしたか。なかなか答えにくい質問だね。出た、スタッフ早い対応だな。お答えしましょう。ズバリここまで大きくなるとは思いませんでした。正解音なんて出していいのか。いや、それがこの30年で全国に5000店舗
こんなに大きくなるなって夢にも思わなかった。出た BGM だ。これも全て私一人のおかげです。こんなパターンもあんのか。面白かったかな。スタッフちょっと盛り上げすぎですよ。何か。いやいや何も、あ、ところで社長、社長といえばのゴルフですよね、ゴルフの電話はプロ並みだと聞いておりますけども。それは言い過ぎだよ。でもこの間ね、ホールインワンをね、出したよ。しかも2ホール連続。さらにハーフを3で回って。本当ですか。私が嘘をついてるそれも。いやいや、違う、こんなことじゃありません。私が3? いや、私別に、そんな。私が嘘つきだと。いや、違います。いや、ちょっと社長、目つきまで変わって。うわ、このその照明怖いですよ、下からやってるの。落ち着いてください。私がキス好きだと、なんちゃって。社長。プライベートスタッフいいだろ。そうですね。まあ、最後の質問させていただきます。もう終わりなのかい。残念だな。あの社長すみません。何ですか、壁に夕日の映像を流すんですか。やめてくれませんかね。だって悲しいから。そうだ。最後の質問の前に私の特技見てってよ。これはプライベートスタッフも大活躍。題して関根くんの大魔術でしょう。これからこの大きな水晶玉を空中に浮かべます。あの社長、あ、浮かべ、ほら浮かべ、あ、すげえ、本当に水晶玉が地に浮かんだ。さらにこの水晶玉が消える。えい、あ、落ちてた。どういうこと。どういうこと。スタッフごめんなさい、ね、スタッフ反省してね。それから猫を預けてね。小田金でわお。マッチはいりませんか。誰かマッチを買ってください。全部いただこうか。いいんですか、お客さん、ありがとうございます。あの、せめてお名前を。村上弘明です。ご本は忘れません、村上さん。でもなぜ私に親切なんですか。バイバイ巨乳ちゃん。